おちゃん、はい、台湾祭り何回目ですか？3回目です。3回目？3回も来てんの？すごい。うわー、はい、今日一緒に遊んでくれるなおちゃんです。行きましょう。はい、ちょっと面白いところお願いします。おすすめの。おすすめ、了解です。はい、ここお土産屋さんです。うーん、初めて来た。あ、ここエビ釣りです。エビ釣り？エビを釣って食べれるらしい。嘘。やっていいですか？はい、どうもありがとうございます。1回500円でございます。500円？じゃあちょっとエビ釣りしてみます。頑張ってください、はい、どんな竿が来るかだよね。あ、なんか結構弱そう弱そうな。かわいい。紐が切れるので切れるまでが釣れます。僕がエビさんの足がないところと、うん、尻尾のところにかけるのがおすすめです。ちゃんと寝かせてから、はい、さーって入って釣る、この感じです。あー、了解了解。はい、はい、じゃあ頑張ります。寝かせてからね、右から左へ。終わりました。これすごい。あれですね、溶けるんですか？あと溶けないけど、水にかける時間なかったら柔らかくなるし、エビさんも引っ張れるし、こちらも引っ張るならすぐ取れちゃいます。なのでゆっくり上に上げねえと、上げないと。ゆっくり上に上げねえとってなって可愛い。いや、ちょっと待って、じゃ小さいのがいいね。ダメでした。何ですか、これは。焼きエビの引き体験でございます。あ、焼きエビ、はい、食べれるんですか？はい、ありがとうございます。焼きエビの引き体場所は、今日の右から2番目、小文字販売している店の名店。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。焼きエビです。まあでもエビ1個食べれるっていいんじゃない？そうですね、500円で、うん、じゃあちょっとこうエビ食べましょう。食べましょう、はい、すいません、焼きエビください。どんなエビが出てくるんでしょうか。っていうか、4本で600円らしいんですけど、あれやって、あ、1本です。かわいらしいエビが。かわいい。どうですか、味は。うん、あのね、すごい塩コショウ効いて、うん、皮がね、硬いね。硬いね。でもいいんじゃない。うん、あれをやってこれ、ね、そうですね、うん、食べれるってことは、うん、あの味はね、で、なおちゃんのそのおすすめ先生はどこにいらっしゃるの？おすすめ先生は、うん、左から2番目の。あ、ここですね。ここです。はーい、今日は真空空春先生に占ってもらいます、はい、私の運命はどうなんでしょうか、はい、お願いします、先生。はい、かしこまりました。はい、お願いします。お願いします。どんなの占ってるのかな。結婚、まあ、とにかく結婚と仕事と、あと、まあまあまあ、結婚まで行かなくても彼氏というか、うん、今彼いないの？はい。30代いなかったの？30代彼氏ですか？あ、30代いましたよ。でも今もう40、今年で6なんで、はい、ちょっといませんね。今ね、実際問題周りにはいない。いないって言ってんですか、うん、神様いないって言ってんですか、うん、いい人いないよと。気になる人が出てくるんじゃないよ。本当？今年？やっぱ 2,3 ヶ月後って何回もやるな。何回も 2,3 ヶ月後ってさっきから言われてるんですけどね。
2、3ヶ月後って言ったらあとちょっとじゃないですか。知り合い経由っぽいね、うん、ただその、ね、存在を意識せずに、うんうん、いつも の, この軽い陽気で、うん、スルーしがちなんだよ。私いつもスルーしちゃってるみたいなんですよね。いつの間にか、みたいな。そう、うん、みんな友達になっちゃうって言ってる。そうなんですよ、みんな友達になっちゃうんですよ。そうでしょ、うんうん、だからもったい、これからはもったいないから、はい、どんな人ですか？かなり気が利く人って言ってるね。かなり気が利く人。年上ですか？あ、年上で気が利く。血液型とかわかりますか？血液型で結婚相手決めるのかって。ああ、すいません。すいません、神様。バカにしたらいかん。あ、すいません。わかりました。できるから、うん、あの注意して見とけって言ってるよ。はい、真面目に、はい、自分が今の仕事で成功していくかどうか、それとあと、まあ、食べていけるかどうか。今の仕事は何？歌手です。今どんな感じ？今ですね、まあ、ライブすればちゃんともう満席、うん、チケットソールドアウトで、で結構お客さんも少しずつついてきたんですけれども、なぜとにかく収入が少ない。あ、収入ね、ドミアバンドね。あと、まあ、仕事も自分でこう計画しないと、あの仕事がない状態、うん、収入は少ない方ですね。普通の仕事よりは全然やっぱり毎日仕事ないから。うん、それだけで食べてきてるの今？今そうです。ギリギリ、うん、ギリギリで、はい、で、まあ、このままその歌手を続けていくか、それかやっぱりちゃんとした仕事とかいうふうにちょっと悩む時期でもあります。うん、ただね、自分を働かせるなって、うん、その分自分もいろいろ鍛えて訓練して、うん、ここまで来てるんだから、うん、そこは無駄にする、奉仕をすることもない。うん、もちろんボランティアなとかとかになったら私は別だけど、ワンステイでいくらとか、半日でいくらとか、3時間でいくらとかっていうふうに自分を売れ、うん、自分に値段を決めていいってことですね。相手に合わせすぎて。そうなの。そうでしょ。全部給料上げちゃうの。自分の給料ないの、いつも。バカでしょ、本当。良かれと思ってすごいやってあげてる優しさが前に出すぎたんだよね。だけどそこと自分が生きる道っていうのは線引きをしないと、せっかくいいことやってても気がついたら何も残ってない。で生きていくのが大変になっちゃうから、でせっかく自分の道見つけてんだからね、これ取り上げたらあなたたちまちやりきれんって言ってるよ。ああ、生きていけない、うん、ぐらい具合悪くなっちゃう、うん、あ、取り上げて何か残らない？何もないです。今んとこない。今ない、うん、今んとこないんだから、うん、ないんだったらやっぱりここに今までここにかけてきたんだから、ワンステージとか何時間とか半日とかっていう金額を自分でしっかり決めて売れって言ってる。その代わりもちろん出した分プラスいいものを価値を、負荷をお客様とかに与えてリピートしていただけるような形を取る努力をしないと、まあ、それは私たちと一緒だけど、まあ、この仕事には、まあ、向いてることは向いてるんでしょうか。向いてるね、うん、よく見つけたなと思って。あ、本当ですか。私もいつの間にかこの仕事になってました。うん、それがいいの。彼氏なんか、うん、万が一、はい、万が一できなかったとしても、うん、歌は残るって言ってる。歌を愛せる、あ、歌を愛していて、それぐらいボットをしてたら、うん、つくものついてるって言ってる。あ、じゃあ歌を愛していきます。そうでしょ、はい、うん、
じゃあ置いとこうよ。もうちょっといいです。いや、来たらいいのよ。あ、そうか。せっかく2、3ヶ月後って教えてくださってんのに。あ、そうだ。ちゃんと見とかないと。まずは、男男男って行かずに、うんうん、まずその今やるべきこと、集中してたら、うん、気がついたら来てる。せっかくここに生まれてきたんだから、悲しまないと損じゃん。はい、そう思います。ありがとうございました。はい。なおちゃん、これ見てください。イエーイ。いや、なんかすごい当たったね。当たりましたね。ちょっと怖いんですけど。いや、なおちゃんのを聞いてビビった。なおちゃんのはもうなんかもう明確に見えたね。うん。ガブさんに出会いを。2、3ヶ月後。楽しみあれ。見とかないと。これはワインジュースです。で、ちょっと飲んでみよう。うん。なんか映えるね。映えますね。うん。映えますね。はい。第4です。うん。これはルーローハン。すごい。小籠包です。あー、熱っ。危ない。台湾カフェ面白かったです。占いも、まあ、2、3ヶ月後楽しみにしたいと思います。このビーフンとお茶がお土産でもらえます。三ツ矢ウトレットの台湾店に来たらぜひ占いやってみてね。あの先生は何も私の名前も聞かないで神様に聞いて占ってるという、占い方でした。神道って言ってたのかな。だから生年月日も何もいりません、うん、すごいなんか投資能力があるというか素晴らしい先生だったと思います。それじゃあまたね。なおちゃんどこ行った。またね。